高賀三郎田村事件田村丘の上から見下ろすと下は一面に黄金の海である山と山の間に細長く入り込んだ菰田村数百丁分の開墾地には はち切れるように実った稲が重い神べを垂れ下げてそよぐ風にひしひしとひしめき合っているそれは黄金の海に立ち騒ぐ波とも見えて踏んで通れば渡れそうに思えるのだった菰田村の人たちは豊作に酔うていた一体この辺りは水利が甚だ悪く鉱物として久しく誰も顧みなかったものを 今は村一番の大地主の秋山義蔵がほとんど独力で30年の長い歳月を費やして開墾したので土地の割に人口は少なく大部分の収穫米は余るので村人が豊作に有頂天になっていたのも無理はなかったそれに村人をもう一つ有頂天にしたことは収穫が済むとすぐ盛大に催される秋山家の一人娘琴との むことりの儀式だった秋山義蔵は30年前にひょう然とこの地に来て神武地の真っただ中にたった一人で京を閉め鋭意開墾を図ったのでその後だんだん移り住む者ができて今では200に余る個数を持つ立派な村になったのであるが村人はいずれも義蔵より後輩だしそれに彼が村の土地の半ばを所有する大地主でもあるので彼らは 吉蔵を旦那旦那とあがめていた事実吉蔵は旦那と尊敬さられても良い人だった誰も彼の怒った顔というものを見たものはなかった彼はいつでもニコニコしていた彼はすこぶる慈悲深く困っている者には惜しげもなく物を分け与えた小作人などにも甚だ寛大で 少しもむさぼるということはなかった素朴な村人にとって彼は生き仏以上だった彼は村に移り住んで10年ようやくわずかながらも山から水を呼ぶのに成功して少しばかりの水田ができてぼつぼつ彼に倣って開墾に従事するものができた自分に彼は美しい妻を迎えた 妻は間もなく玉のような女の子を産んだが40を過ぎて初めて子供を得た彼は踊り上がって喜んだ妻は同棲10年の後に死んだが彼はたった一人の子供のために再び妻をめとろうとせずひたすらに娘の成長を楽しんでいた彼が一人娘の子と子をどんなに愛したか 読者諸君には十分させられることと思う義蔵の晩年のたった一つの欲望はことこに立派な婿を得たいことだったわしはなご覧のとおり無学文盲で卑しい生まれのものじゃでなどうか娘には立派な身分の家から婿を迎えたいと思ってな これがののたったっつの願いじゃ。彼は親しい人たちによくこう言ったそして娘にはできるだけの教養を与えていついかなるところから婿を迎えても恥ずかしくないようにしたのだったその義蔵の望みがかなってある人の橋渡しでこの春十倉柴家の次男との婚約が整った。 義蔵の喜びは比喩の言葉がないほどだった彼は会う人ごとに頬がはち切れそうな恵比寿顔でうれしさに溶けてでもしまいそうな様子でその披露をするのだった義蔵の喜びはやがて村人の喜びだった村人はよりさえすれば秋山家の婚約のうわさをして喜び合ったいよいよ 秋の収穫が済むとともに結婚式が挙げられると決まると村人はその儀式の盛大さを予想し合って有頂天だったしかし人々が喜び合っている時には悪魔が背後で悔しそうな顔をして腕を組みながらじっと機会を待っているものだ菰田村の幸福を前にしてどんな悪魔が背後に潜んでいたか 幸い今2人の年寄った農夫が丘の上で今年の収穫を眺めながら話し合っているからそれを聞くことにしよういい出来だなああ菰田村始まって以来だな秋山の旦那も骨折りがいがあったというものだそれにさお嬢さんの婿取りも いいよいよ決まったしさ。ほんのことよこのあいだもだんなにやったらなみだをながさんばかりにしてよろこんでいられたからなかぞくさんからきてもらえましたって二ども三さんどもいわれたっけひとごととはおもわれないおれもうれしくてなみだをながしたよ。 秋山の旦那もこの村を開くについては口で言えない苦労をしていられるのだ。昔はとにかく今じゃおしんもおされもせぬ大地主様だからな。家族様からお婿さんが来るに不思議はないが旦那はもううれしゅうてたまらないのだよ。 お前の言う通り、俺たちだって嬉しいからな。お嬢さんはいい器量だし、それに理髪もんだから、いい一組ができるだろうて。だが、大きい声では言えないが、お嬢さんの婿は堀口の息子だろうなんて噂があったようだぜ。おう。 そんな噂も聞いた。だがあれは根も葉もないことらしい。そうかねえ。当人同士だいぶ親しいということだが。そりゃ親同士は昔の友達だし、息子は大学校を出てるからな。幼なじみではあるし、 若い同士で話の合うのは無理じゃあるまい。堀口は秋山の旦那の古馴染みかね。そう思うより他はあるまい。あの男は15、16年ばかり前に物もらい同様の身なりをして子供の手を引いてこの村に漂ってきたがふと 秋山の旦那の目に留まってそのままこの村に居つくようになったのだところが旦那はあの男に家を建ててやる他は分けてやる息子は町の学校へやるというふうにそりゃあ慈悲深い旦那だから随分人の世話は手厚くしてやりなさるが 見ず知らずの人としてはちと念がいりすぎているから昔の友達だろうと思うのさなるほどだがあの堀口というじいさんはいったい何者だろうあの目つきのすごさたらないねうん あのじいさんにじっとみすえられるとぞっとしてしまうね。しゅうしだまりこんでのそのそときつねのようにあるきまわっているへんなおとこだ。どうしてだんなはあんなおとこをたいせつにするんだろうね。それはわからないね。いったい 人に分け隔てのない旦那だから、おおかた昔のちょっとしたなじみなんだろうが、どこまで親切になされるのだろうよ。そうかもしれんな。だが、おれはどうもあの男は好かんねえ。しかし、息子はいいね。ああ、息子はいい。 きびしていて礼儀も正しいしそれに学問もできるそうだ2二人の老農夫の会話はこのくらいにして次にずっと若い2人の青年農夫の会話を聞いてみようよく実ったねああ気持ちがいいね収穫が済むと秋山さんの結婚式だねああ 嫌にそっけないね地主と貴族の政略結婚などに興味はないよそう一概に言ったものじゃないよ少なくとも今度の場合は少し意味が違うようだ先方には無論政略的意味があるだろうが秋山さんの方には少しもそんな考えはないただもう家族だというので随気の涙をこぼしているんだぜ 成り上がりというものは、どうかして箔がつけたいものさ。酷評だね。秋山さんはそんな考えじゃないだろう。秋山さんは高校やさ。だけども、ムルジョは意識を一歩も出ないさ。令状がよく承知したね。当たり前さ、拒絶する理由がないじゃないか。堀口さんがかわいそうだね。 何そんなことがあるものか。かわいそうなのは令状さ。堀口さんは何とも思ってやしない。そうかしら。もし何とか思ってりゃ、堀口の親父さ。親父は堀口さんを秋山さんの入り婿にしたかったかもしれん。そうかしら。なるほど、堀口の親父は。 陰気な冷たい感じのする男で好感の持たない男だが金銭には割に淡白のようだぜさあそんなことは上っ面だけではわからないからな我々は駒田村の有頂天の喜びの裏にあるカタストロフィーをはらんでいることをおぼろげながらに知ることができた作者たる私はなお進んでこの村の娘たちが 彼らのいわば領主の娘である秋山琴子嬢城の結婚問題についてどんな考えを持っていたか紹介しなければならない義務があるところがこういう農村で娘たちだけ寄り合って遠慮なく話し合うところを見つけるのは甚ははだ難しいものである私はようやくその機会を捉えることができた話し手は2人の年頃の娘だった よく実ったわ、ね、ええわたしはこんなによくできたのをみたことがないこれだけのたをひらいた秋山のだんなさんはえらいねそうねでもそのかわりにおかねもちになったりかぞくさんからおむこさんがきたりするわそれくらいのことはあってもいいわそういえばもうすぐおこんれいね ええ。羨ましい羨ましかないわ。秋山のお嬢さんはいくつだろう確か私より二つ上だから23、二十三や。お婿さんはいくつだろう知らないわ。私は堀口さんが秋山さんのご養子になるのかと思ってた。 私もそう思ってた。あなたは家族さんの若さまと堀口さんとどっちがいい言えないわ、そんなこと。言ってみたって気ままになることじゃないし。まったくだわね。だけど、あなた堀口さん好きあなたはあなたから先に言いなさいよ。 ずるいわね。ええ。好きよ。私も好き。だけど、あの人のお父さんは嫌ね。薄気味が悪いわね。黙ってすごい顔をして人を睨みつけるんですもの。あの人はどうして秋山の旦那に対して勢力があるんだろう。勢力って あの人の言うことは何でも聞くらしいって、うちのお父さんが言っていたわよ。そうかしら。ええ。だからあの人は今度の婚礼を黙って指をくわえちゃ見ていないって。きりのない二人の娘の会話はこの辺でやめておこう。世間には悲劇の絶えないものだ。 それはつまりどんな幸福な瞬間にでも悪魔はいつでも悲劇をこしらえようと用意をしているからだ。菰田村の事件のごときは有頂天になりながらも人々の胸の内にはごくわずかであったが吹きつめいた予感らしいものがあったところを見ると決して偶然に起こったのではなく全く人々の油断から起こったのであろう。 いや、その油断というのが、つまり悪魔の仕業なのだ。そんなことはとにかくとして、私は、菰田村に起こった事件の顛末を書き進めなければならない。悲劇始まる。昨日に続く、 今日も快晴だった空は青く輝いて丘の下には黄金色の波を打っていた丘の上には今日は農夫の姿は見えないで勝者たる青年紳士と美しい令嬢が肩を並べて立っていた青年の名は堀口文一郎令嬢は秋山琴子だったよく実りましたね ええ。この村始まって以来だと父が喜んでいましたわ。この収穫が済むと、あなたは結婚式ですね。ええ。このままで進行すればね。無論進行しますよ。どうしてあなたが希望しているから。私が希望している そんなことはありません。私は、あなたを愛しているんですもの。私こそあなたを愛し抜いています。しかしあなたは私よりも、お父さんをより以上に愛している。また、私を困らせ始めましたね。ええ、そうかもしれませんわ。 父は全く私のために生きているんですから、私は父の言うことを聞かねばなりませんわ。そうです。あなたのお父さんはいい人です。それに私は多分にご恩になっています。ですから私はあなたのお父さんの夢を壊したくありません。私は、 ただじっと傍観しているだけです。父の夢。そうです。父は夢を見ているんです。父は私を人形にして、父の筋書き通り私を踊らしているんです。それは夢のようなことですけれど、父にとっては真剣なんです。お父さんが、 あなたの個性を認めてくれるといいのですがね。私の個性ですって父が聞いたらびっくりするでしょうよ。私に個性などあってはならないのです。父の喜びは私の喜びであり、父の幸福は私の幸福であらねばならないのです。何しろ、 幼い時から父の手一つで育てて、すべての愛を私の一身に集めたのですから。私は、鏡に映った父よりも、もっと理想化された父自身であらねばならないのです。今度の結婚についても、父は有頂天になって喜んでいるんですから。私にとっては、不可抗的な宿命ですわ。 私には、追い先の短い父の失望する姿を見るだけの勇気がないのです。その点は、私も同様です。ですから私は、じっと傍観しているんです。あなたのその態度も、随分私を苦しめます。私は、 どうしていいんやらわかりません。あなたの信ずる通りやりなさい。あなたは、恐ろしい人ですね。どうしてあなたは、火のように情熱的だと思えば、時には氷のように冷ややかなのです。私には、どっちが本当のあなただかわかりません。 どちらも本当の私です。私近頃あなたと結婚しない方が幸福かもしれないと思っていますの。どうしてあなたはあまり偉すぎますわ。私はあらゆる点であなたにかなわないのです。学問でも腕力でも議論でも理智でも感情でも。 おそらくすべての点で私はあなた以下です。私は絶対的にあなたに服従して従属物にならなければならないのです。私はそうした生活はかなり惨めだと思いますわ。そうでしょうかね。ええ、そうですわ。私は たとえ結婚しても自分も良分を持ちたいと思います。その意味で、父の命令に従う方が幸福かもしれないと思うのです。つまり家族の坊ちゃんを尻に敷いて気ままに振る舞おうというのですね。い,いえ、い,いえ、そんな卑しい意味ではありません。 ただ、ある点で夫を指導する立場にありたいと思いますの。夫が1から10まで。いいえ、1中の5までも私以下だったら、おそらくたまらないことだと思います。なるほど。よくわかりました。では、いよいよ私は諦めねばならないのですね。い,いえ。 まだ問題はそう簡単ではないのです。私は毎日反問しているんです。どうかそういじめないでください。決していじめる意志はありません。ああ。どうかしてあなたのお父さんを悟らす工夫はないものかな。それは望みのないことです。では、あなたのお父さんを一文なしにするか。 家族の社会的地位をゼロにするほか、あなたの結婚を破る道はない。あなたは、何か計画しているのではありませんかいいえ、私は繰り返して言う通り、傍観しているだけです。どうしてですかちょっとそんな気がしたのです。あなたのような人が計画したら、 どんなことでもできないということはありませんから、それを心配したのです。そうでしたか。なるほど。あなたは何か気づいていますね昨夜お父さんは遅く帰ってきやしませんかえどうしてそれをええ、そんなことはありません。やっぱりそうでしたか。実はね、 それについてんなことがあるんです。私の父が昨夜タを出たきり今朝もまだ帰ってこないのですまあどうしてでしょう無断でタを開けるなどということはこれまでにないことなのですから気がかりに思っています変わったことがなければいいのですが堀口文一郎は心配そうにそう言った。 男がさらに心配そうな顔をして文一郎をのぞき込んで口を開こうとした時丘の下から一人の男が慌ただしい様子で駆け上がってくるのが目に入った「まあどうしたのでしょうあの人」駆けてくる人のただならぬありさまに琴子は気遣わしそうに言った「北吉らしい」文一郎はつぶやいた。 北吉というのは堀口家に帰職している作男の名だった丘の上の2人は不安な予感に打たれて互いに顔を見合わせた若旦那、大変だ。だ。が首をくくって死んでいる作男は声の届く範囲に来るといきなりこう叫んだ。 えふみいちろうとことこは同時に叫んだ鏡が池の奥の林の中で死んでなさるだようやく二人に近づいた北吉は再び交差点でほっと息をついたどうして見つけたのかふみいちろうが叫んだ今朝から若旦那の言いつけで旦那を探しておりましたが 昨夜、旦那の姿を鏡が池へ行く道で見かけたというものがありましたので、池の近所を訪ねてみたのです。それからどうしたすぐ木から下ろしたが、どうにこと切れていなさるだ。わしは若旦那に一刻も早く知らそうと思って飛んできました。 駐在所の方へも別の人を頼んで届けました。よし俺はすぐ行くフ一郎はこう言って、真っ青な顔をして紫色の唇をわなわな震わせていること子の方を振り返った。こと子さん、お聞きの通りの次第ですから私はすぐ参ります。父が死んだというのは何か訳がありそうです。 ですが、無論、あなたの心配なさるようなことではありますまい。では、さよなら。ふみ一郎はそう言って、ことこの返事を待たず、北吉を連れて、たちまち丘を一山に駆け下った。ことこは、彼の後ろ姿をじっと見守りながら、深いため息を、ほっとついた。仮余震。 北吉の放置は意外な結果を巻き起こした文一郎の駆けつけた時には彼の父の浅ましい死体はもう付近の人々で取り巻かれていた誰の目で見てももはや戦たなかった死体はもうすっかり冷たくなっていた文一郎は悲痛の目でじっと死体を打ち守っていたところへ 急を聞いいてて駐在所の若い木内巡査が駆けつけつきた彼は赴任後初めての大事件にぶつかったので非常に興奮していたが彼は若いだけに職務にも熱心であり探偵小説などを愛読していたので割に緻密に現場を観察することができたまず死体がただの石とだいぶ様子が違うのが目についた。 もし彼が死体が木の枝からぶら下がっているところを見たのなら石と即断したかもしれぬしかし死体は発見者の北吉がもしや蘇生はしまいかと死体を抱き下ろしたため木内巡査は木の下に横たわっているところを見ることができたので一目見て死体の喉には縄の反根はほとんどなくて紫色の指の跡らしいものがついていることを発見した注意して付近を見ると 木の下から右の方に草を踏みつけた跡が一筋の道となっているのが目についたそこをたどっていくと一丁ほどのところにちょっとした草原があってそこは草がむやみに踏みにじられて激しい格闘のあったことを示していた何者かがここで堀口康文を絞め殺してその死体を引きずって死体の発見された場所まで持って行き 木の枝に引っ掛けて石を予想はしたものに相違ないのだった。意外の発見に誘約した木内巡査はすぐに町の本署へ警察電話をかけた警察署長は驚いて受話器を放り出すと司法主任警察医数名の刑事を従えて現場に駆けつけた一行が現場に到着したのは午後3時ごろだった。 多殺であることは然だった。老練な刑事は現場付近格闘のあったところなどを目を皿のようにしてうろつき回ったその結果被害者の者のらしい金時計とガマ口加害者の者のらしい洋服の袖ボタン1個と金色のシャープ鉛筆1本とメガネのサック1個とを発見することができた医師の懸案によると。 死体は死後15、6時間を経過していて、強行時間は前夜10時、ないし12時の間と推定された。死因は陰鋼悪役による窒息死と決定せられたが、なお町の病院に送って解剖に伏せられることになった。交通不便の地で、犯検時の出張は明日にならなければできないので、警察署長は犯人はいまだ現場付近に潜伏しているものと認め、 準現行犯として直ちに現場に仮予申を開き捜査権を行使することにした刑事が各自の見込みに従い司法に散って捜査に従事している間に署長は続々参考人の尋問を開始した最初の参考人は鏡ヶ池の番人小屋にいた織田留助だった私は織田留助と申します 年齢は56歳です。家内とせがれの3人で、鏡ヶ池の番小屋に寝泊まりいたします。鏡ヶ池と申しますのは、周囲10丁ばかりあります不規則な楕円形の池でありまして、菰田村開墾殿の用水になっております。 小野田村にとりましては大切な池でありますから、こうして万人がついているのであります。昨夜私は早く寝ました。水を盛んに使います自分には、責任が重いものですから遅くまで起きておりますが、もう水を使う時期も過ぎましたので、 早く寝ました十時ごろでしたか。猟銃の手入れをして起きていたせがれが私を揺り起こしまして。父さん、小屋の前を誰か通ったようだぜ。張り仕事をしていた家内も、確かに足音だったと心配そうに申します。 ねえ、私は、バカを言え、今ごろこの上へ登っていく奴があるものか。よしあったって、この小屋へ一言挨拶をしていかないはずはない。起きているのはわかっているのだから、と申しました。鏡が池の奥は、

山の奥には小さい祠がありますが、夜中にそんなところへ参る人もなし、私は眠くもあるし、せがれの言うことを笑って、そのまま寝てしまいました。そのほかのことは何も知りません。次に、 とめすけのせがれの義助が調べられた。私は止めすけの長男、小田義助で年は20死です。ただいまお読み聞かせの父の申し上げたことはそ相いありません。私は確かに足音らしいものを聞きました。1人だったか2人だったかはっきりしませんが、多分1人だったと思います。 父はバカなと言ってそのまま寝てしまいましたが、それからしばらくすると山の方で、ほほうというフクロウの鳴き声のようなものが聞こえました。しかし、フクロウにしては変ですから、ぎょっとして耳を澄ましますと、また、ほほうという声が響きました。それっきりで、もう再び聞こえませんでした。 二度目の叫び声は同じ人間だか別の人の声だったかわかりません私は薄気味悪くなってまた父を揺り起こしましたが父はぐっすり寝込んでどうしても起きませんでした奥の山へ登る道は他にもありますしかし池の淵について私どもの小屋の前に出る道が一番歩きやすいのです 昨夜はちょうど上限の月で空はよく晴れていましたが10時にはもうそろそろ月は山の端に隠れていたと思います今朝になりまして堀口さんところの北吉さんが顔の色を変えてやって来られて昨夜から旦那の姿が見えないのだが心当たりはなかろうかということでしたから昨夜の話をしますと「それは大変だ」 と言って山の方へ駆け上がっていきましたがやがて真っ青な顔をして飛んできて旦那が死んでいると言われましたのです次に北吉が尋問せられた私は中谷北吉と申します年は四十四です 久しい以前から堀口さんのところにいまして、下男同様に勤めております。今朝方、若旦那が下男部屋に寝ている私のところへ見えまして、昨夜から旦那が帰らないから探してくれ、ということでしたので、 私は方々を訪ねましたが少しもわかりません。だれだったか忘れましたが鏡ヶ池の方へ歩いて行ったようだと言ったものがありましたので鏡ヶ池の番小屋にまいり義助さんに聞くと昨夜遅く山にのった たものがあったようだというので「そいつはたいへんだと山に入り」とやまにはいりあちこちたずねましたがとりがたくさんきのうえにあつまってギャーギャーないているところがありましたのでこわごわいってみますとだんだんがえだからたれさがっていました。 私は急いで降ろしましたけれども、もう冷たくなっておられて、どうにも仕方がありませんでした。若旦那は、二、三年前に大学を出て、今は町で勤めていられるのですが、二、三日前に休暇を取って帰ってこられました。 旦那と何かご相談があったようです。若旦那は毎晩遅くまで勉強していられます。昨夜も遅くまで起きていられるようでした。旦那方の世話は近所のバーやが通いでいたしております。次に、 堀口泰文方の通い女中高橋虎が尋問を受けた私が高橋虎です年は55です私は昨年の春から堀口方の女中をいたしております最も住み込みではなく朝6時頃から夜8時頃まで働き自宅に帰ります昨夜は やはり8時ごろ暇をいただきました。その時は旦那も若旦那も在宅でした。外出の用意等は命ぜられませんでした。旦那は平層至って無口で終日一言も言われないことは稀ではありませんでした。若旦那とは不和などということはなく、 中はいい方と見受けられました。おしめしの時計とガマ口は確かに旦那のです。鉛筆の方は若旦那のものらしいですがよくわかりません。メガネのサックは見覚えがありません。ボタンは旦那のではありません。旦那は洋服をお召しになったことはありませんから。ことによったら、 若旦那のかもしれません次に警察署長は開墾地を取り巻く人家から鏡ヶ池方面および死体を発見した山奥へ通ずる道にあたる人家の人々を呼び出して昨夜通行した人間の有無を尋ねると意外な事実を発見した鏡ヶ池への通路には途中二三の農家があったが 誰も8時以降通行人のあったことに気づいたものがなかったが鏡ヶ池を経いで直接に奥山に通ずる感動の途中にあった農家の主人戸田甚吉という男が次の通り申し立てた私は戸田甚吉と申し年は38歳です昨夜10時過ぎでした私は小説を読みふけていまだ起きておりましたが ふと気がつきますと家の前をコトコトと音がします驚いてそっと窓からのぞきますと一人の男が山の方へ登っていきますこの夜更けに山へ登っていくようがあるはずがないのに一体誰だろうと思って後ろ姿をよく見ますとどうも秋山の旦那らしいのです私がびっくりしているうちに 道の曲がり角で姿が見えなくなりました私はすぐ表に飛び出して二三歩を追いましたが考えてみると秋山の旦那がただ一人で今頃山に行かれるはずがない大方私が見損じたのだろうと思ってそのまま家に入りしばらくして寝ましたそれまでに降りてきた気配はありませんでした お話のようなフクロウの鳴き声に似た声は聞こえませんこのほか誰も通った様子はありませんでした次に堀口文一郎の尋問が開始せられた私は堀口康文の長男文一郎です年は28歳です昨夜私は遅くまで起きておりましたが いつごろ父が外出したのか存じませんでした父とは離れて寝ておりますし父は至って物静かな性質でそれに外出する時なども決していちいち私に断りませんでしたから昨夜も父の外出したことを少しも知らず座敷に寝ていることとばかり思っておりました今朝目が覚めまして便所へ行く途中ちょっと寝室を覗いてみますと 床が敷いた時そのままで少しも寝た形跡がありません驚きまして6時過ぎに参りました女中のトラに聞きますと昨夜8時頃床を述べて帰ったとのことで初めてそれ以後に外出したことに気がつき外で泊まるなどということはこれまでにないことですから非常に心配して下男をほぼ探しにやりました。 すると父は、思いがけなく、死体になっていたのでございます。父は、他から恨みを受けているようなことはなかったと存じます。お示しの時計及び釜口は、確かに父のです。鉛筆は私のものですが、父に貸した覚えはありません。どうして父が持っておりましたかわかりません。 ボタンとサックは一向見覚えがありません。ほほーという呼び声を平成父がいたしましたか覚えがありません。私は昨夜は少しも外出しませんでした。今朝私が自身で父を探さなかったのは、まさか父が殺されていようとは思わず、一晩くらいの不在ですからさほど重大に考えないで、 下難に言いつけて探させたのです。警察署長はちょうどこの時古い友人が不慮の死を遂げたということを聞いて駆けつけてきた秋山義蔵は堀口の死体を見て熱い涙をポロポロと流して哀悼の情に絶えざるように書きくどいて周囲に立っている人たちも思わず涙に誘われるほどだったが。 彼は刑事の求めに応じて快く所長の前に立った所長もこの徳房高き長老に対しては特別に丁重に取り扱った私が秋山義蔵です年は65です堀口さんとは長い友達でした 彼がまだここの開墾に従事しない以前からの友達です。堀口さんは無口で冷ややかな人のように見えましたが、なかなか几帳面な人で、責任感が強く立派な人でした。 他から恨みを受ける人とは思われません。私はかなり親しくしていました。昨夜私は断じて外出いたしません。私の後ろ姿を見た者があるとは意外千万です。人違いかと存じます。 堀口には2、3日以前に会いました。最近に意見の相違、または意志の疎通をきたしたことはありません。がま口と時計はよくわかりませんが、堀口が持っていたものによく似ています。ボタンと鉛筆は一向覚えがありません。 のののは確かに私のものです。どうしてそんなものがあなた方の手に入りましたか不思議なことです、うん、この最後の答弁はナみーる警察官を深く動かしたしかし秋山老人は彼の言ったことがどんな効果を彼らに与えたかということには一向気づかないらしかった 時ようやく白母に及んできたので所長はひとまず尋問を打ち切り次第によって明朝を再び仮余震を開くことをせんしたかくて菰田村は深い優秀の義運に閉ざされて沈みゆく夕日を吐息をつきながら見送ったのだった遺留品 老練な刑事河野は早朝からじっと腕を組んで考え込んだ彼は今度ほど難しい事件に出くわしたことはないと言っても犯人がわからないのではない犯人は目の先にぶら下がっている「秋山義蔵」という4文字が彼の脳裏にピタリと印象されて消えない秋山は当夜断固として外出しないというけれども 現場に遠かららぬところろで後姿を見られているし、現場には彼の眼鏡のサックが落ちていたではないか普通なら秋山をしょっぴいて行ってせめて通って白状させるところであるがそうはいかないというのは彼がこの土地に特防の高い長老であることで下手に行員なんかしようものなら菰田村全村の人が承知しないそれに よほどの有力な物的証拠を集めておかないといざ起訴されて裁判という時に12人の陪審員がこぞって無罪を叫ぶに決まっているそうなっては骨折り損に終わるばかりか自分の大きな失態になるところがその証拠を集めるというのが容易な仕事ではないのだ村民はちょっとでも秋山に関することなら答弁を渋る 彼に不利益なことはどんなことがあっても言わないのだ秋山の後ろ姿らしいのを見たと申し立てた戸田仁吉すら今はひどく後悔して前言を翻そうとしているのだ河野刑事は全くどこから手をつけてよいか途方に暮れてしまったやはり現場付近へ行ってもう少し調べてみるよりほかはない。 しばらくすると河野刑事はこうつぶやいて腕組みを解くとすっくと立ち上がった彼は鏡が池の方へできるだけ人目を忍んで歩いていった刑事の仕事に反感を持ち出した村民はともすると刑事の行動に妨害を加えかねないのだった彼はようやくのことで朝露に濡れている現場付近に到達したふと見ると 思いがけなく先方に人影があってしきりに草原を何か探し回っている同僚の刑事かと思ったがどうもそうでないらしいそのうちに怪しい男はこっちの足跡を聞きつけたと見えたちまち左手の林の中に身を隠してしまった河野刑事はすぐに後を追って林の中に飛び込んだがもうくせ者の,の影も形も見えなかった 河野刑事は不審に思いながら元の草原に出ると足にポーンと当たったものがあった見るとそれは大型の両蓋の金時計だった急いで拾い上げてみるとそれは英国製のかなり高級の時計で蓋を跳ね開けると裏側に KA と鮮やかに掘りつけてあったお秋山義蔵のものだな。 河野刑事の顔は急に輝いた。現場付近はくまなく捜索したはずだが、な分広い範囲だし、それに雑草で一面に覆われていたので、つい見落としたと見える。今の怪しい男はきっとこれを探していたに違いない。ことによったら、彼に有力な証拠品を拾われてしまったかもしれない。と河野は、半ばは自分の幸運を喜び、半ばは、 怪しい男にせん,べんをつけられたことを悔やみながらなお熱心に捜索を続けた10時ごろまでに磁石1個銀製巻きタバコ入れ1個を発見したタバコ入れにはやはり KA と掘りつけてあった河野がほっと一息つきながら成功を喜んでいくとサクサクと靴音がして勝者たる青年が下の方からやってきた。 それは堀口文一郎だったが彼は目ざとく刑事を見つけるとすぐに会釈をしたいやあご創作ですかご苦労に存じますいやあ河野はとっさの場合うまい言葉が出なかったので曖昧にこう言った何かか。収穫がありましたか文一郎はなれなれしくそばに寄ってきたいやあ別に。 河野は簡単に答えたあなた方のご努力に対しては満向の敬意を払っていますよ実はあなた方の手によって一時も早く父の仇を討ってもらえることを絶望します犯人は目の前にいるのですからえっ河野刑事は驚いて文一郎の顔を見たそうなんですよ 犯人は手近に悠々としているんですそれは誰のことですどうしてそんなことがわかります証拠ですよただ証拠が揃えばいいんです文一郎は落ち着き払って言ったえっ先番ここで父と加害者との間に格闘が行われたことは確かです時刻は 月がほとんど山の端に隠れた時辺りはよほど暗かったのです加害者は落ち着き払って死体を担いで一丁も先の木の枝に吊るしましたそして現場に落とした自分のものをすっかり拾ったのです彼がメガネのサックを落としておいたのは大変な手ぬかりでしたそうして彼はどうして手に入れたか 私のエヴァー・シャープの万年筆と洋服のボタン。ええ<っ>そうです。あのボタンは私のです。ご覧なさい、この洋服を。彼は肘を上げて袖口を見せた。ここのボタンがちぎれています。恐るべき犯人は私に嫌疑をかけるために、いつの間にかここのボタンを摂取して現場に撒いたのです。 しかし刑事さんご覧くださいこの洋服の他のどこに格闘の跡がありましょうかこの通り何のお損一つのしわさえないではありませんかおおあなたはそのことをなぜ昨日所長の尋問の時に答えませんでしたかあの時には全くボタンに見覚えがなかったのです誰がいちいち自分の袖口のボタンを記憶していましょうか 私はたった今それを発見したのです。なるほど。河野刑事はうなずきながら。だが安心なさい。犯人の遺留品が二三発見されましたから。えそれは何ですかそれはちょっと申し上げられませんが、確かに加害者のものです。では。 ふみいちろうは叫んだ。一刻も早く隠れましょう。犯人はきっと昨日発見されなかったその遺留品を探しに来るでしょうから。もう宣告来ました。えでは捕まえましたかい,いえ。残念ながら逃しました。そうでしたか。それはい遺憾でした。でも、 遺留物が手に入って結構でした。実は私はそれを探しにここへ来たのです。私は父のために、どうしても真犯人を見出さねばおかないのです。ごもっともです。しかし、もはやあなたの手を煩わすことはありますまい。私どもの手で遠からず捕まるでしょう。では私は、これで失礼します。 河野刑事は犯人の遺留品を手に入れたので一刻も早く鑑定させた上真犯人が決定したかったので文一郎に別れを告げて早々に山を下りていった文一郎は河野刑事の姿が見えなくなるまでじっと見送っていたがやがてぶらぶらと草原を歩き回ってしきりに何か探し出したちょっと見ると 彼は非常に熱心に何か探し求めているようだったがその実彼は少しも油断なく背後に気を配っているのだった私立探偵「私立探偵稚田特製は駒田村の事件の放置が十倉支借家に到達するとじきに事件の探査を依頼された。 田は詳細の話を聞くときに結論を作ったすなわち堀口親子が秋山・徳倉両家の縁談を打ち壊そうとしたことに端を発し何かの手違いから文一郎が父を殺すようなことになって罪を秋山老人に貸そうとしているのであるというのだった知々田がこの結論を下したのには徳倉家の責任がある というのは父田の結論はつまり戸倉家の結論だったのである戸倉四尺家が秋山家との縁談を望んだのは結局秋山家の莫大な財産を目当てにしたので事実戸倉家は財産目当ての政略結婚をあえてしなければならぬ事情があったので従ってその妨害者とみられる堀口親子にはかねて監視人がついていたらしいその証拠には 堀口康文返集の方は当時午後すでに徳良家に達し千志田探偵は即刻召出しに預かって彼は翌日午前中に早くも姿を駒田村に現したのだった千志田探偵はもはや現場付近へ行ったところで何の甲斐もないと思った加害者被害者の遺留品はすっかり探し出されたであろうし草は踏みにじられて犯人の足跡を見つけ出すことは不可能事だし 死体はすでに解剖のために町へ送られたその結果は部下から来ることになっているから彼は当分ただ堀口文一郎を監視すればいい彼の行動を探ればきっと何者かが得られるだろうと考えたそれで彼は小田村に到着するとすぐ堀口の家を聞いてじっと様子を伺ったところが 彼は早朝からいずれかへ出かけたらしく留守だった家には年取った女中が一人だけだった菰田村に来て千田探偵の最初の仕事は堀口邸へ白日のもとに忍び込んだことだったそしてそれはそんなに難しいことではなかった文一郎の部屋はきちんと片付いていた 父田は鋭い目でぐるりと一回りにらみつけた数十分の後に彼は経験と幸運の助けによって文一郎の部屋から「秋山義蔵」という名刺のたくさん入った名刺入れと「秋山」と縫い付けた刻みたばこ入れと泥と草のシルトに汚れたズボン等を発見することができた父田はすずめ踊りして喜びながら これらのもののもを持っていたブローニーニ写真機で撮影した。私立探偵の悲しさ女中を呼んで証拠品を押収していくわけにはいかなかった彼は足音を忍ばして外へ出ると通りに出て会う人に文一郎の消息を聞き聞きようやく彼が鏡ヶ池の方へ向かったことを知って殺人現場に行った者と見当をつけて鏡ヶ池から奥山へ一筋道をたどっていった。 現場と思われる辺りへ来てみると勝者たる青年紳士がしきりに草を分けて何かを探し求めていた堀口文一郎でなくて誰であろうか父田はハッと身を縮めて様子をうかがった文一郎は一向気がつかないらしくなおも熱心に探していたがそのうちに何か見つけたらしくキョロキョロ辺りを見回しながら小さいものを拾い上げて 手早くポケットに入れた彼はたちまち別人のようになって脇目も振らずせっせと山の方へ歩き出した父田は非常な苦心をしながら彼を追跡した道はやがてつま先上がりになった両側にはもりもりと大樹がそびえ立っていたので道は昼ながらに小暗く気持ちの悪いようにじめじめしていたやがて突き当たりに 古びた神社らしいものが見えた。神社は秋山義蔵が建立したもので初めは粗末なものであったが村が繁盛するとともに建て替え今は小さいながらもがっしりとした神の尊厳を傷つけないものだった文一郎は神社に近づいて社殿の裏の宝物庫といったような一見四方くらいの窓のない建物に歩み寄ったが鍵を出して扉を開けて素早く辺りを見回すと 何やら手に持ったものを放り込んで扉を元通り閉めて帳をピチンと下ろすとほっと安心したように元来た道へ引き返していった千代探偵は無論木立の茂みに完全に隠れていた美一郎の姿が坂の下に見えなくなるのを待ちかねてそろりと鎌首をもたげた千代だは辺りに気を配りながら窓のない木造の蔵に近づいた 錆びた錠前を叩き壊すには何の造作はなかったかなり重い扉をぐイッと開けて薄暗い中をのぞこうとした瞬間に出し抜けに背後から飛びついたものがあるあっという間もなく千々田は蔵の中へ放り込まれたドシンと扉の閉まる音ピシャンという頑丈そうな錠の降りる音 彼は完全に立憲司法の牢に閉じ込められてしまったしまった父田は唇を噛んだがさすがに声は立てなかった人里離れたこの山奥で声を立てても何の甲いもないことを彼はよく知っていたのだうーん鷹の知れた田舎者と侮って思わぬ不覚を取ったぞ。 そうつぶやきながら彼は木の壁を押してみたがちょっと破れそうにもなかった今ドタバタするのは外にいる奴の嘲笑を買うにすぎないしばらくじっとしていよう千々田はどこからともなく漏れてくるあるかなきかの光線にようやく慣れて薄ぼんやりと身の周囲を見ることができたのでぐるっと一当たり目を動かすとがランとした 誇りにまみれた床の上に鈍い光を放つ丸いものが転がっているのが目についた宣告文一郎が投げ込んだものらしい取り上げて見上げてみるとそれは思いがけないブローニー型のフィルム現像に使うタンクと称するニッケル製の小さな円筒だった父田はすぐに蓋を取ったが中には一枚の紙切れが入っていた 彼はかろうじて読み下したが彼の口からはかすかな叫び声が漏れた神には折れくぎのような字で「探偵さん暗室に入れてあげたからしっかりさっきの写真を現像なさい」岸田は本能的に腰に下げていた写真機を探った写真機は さっきこの倉に押し込まれる時剥ぎ取られたと見えてサックの釣り紐が腰帯にぶら下がっているきり影も形もなかった長蛇を一河野刑事は思いがけなく金時計その他の証拠品を得て悠々然とした山を下りたが幸運がまたもや彼を見舞った。 彼は鏡が池ののそばでぱったた秋山老人に出くわしたのだった彼はせっかく手に入れた遺留品をどうして鑑定させたものかと心を砕いていたのだ村民に見せたところで「知りません」と答えるだけで決して誰のものだとは言わないことは分かりきっている本人に見せるほかはないのであるが秋山邸へ乗り込んでいくというのが甚ははだ難しい。 うまく主人に会えたところで私のものではないと言われればそれっきりで下手をすると下男たちが暴力で証拠品を奪い取るかもしれないところがここで吉蔵に会ったのはもっけの幸いである不用意のうちに彼に見せればうっかり本当のことを言うかもしれない現に昨日も所長の尋問に眼鏡入れは自分のものだと答えているではないか 河野はうやうやしくこう言って丁寧に礼をしたしかし彼の鋭い目は秋山老人のズボンと靴の上にしっかり注がれていた彼はさっき草原で遺留品を探し求めていたのは秋山老人ではないかと思ったからである私こそ失礼しました。 いろいろとご苦労に存じます老人はニコニコして皮肉ではなく心から刑事の労をねぎらうようだった実は少しお願いがございますのですがほう、はあ、この品は新たのではございませんでしょうか刑事は銀のまきたばこ入れを秋山老人の前に突き出した 老人はちょっと顔を引いて品物を眺めたが「おおこれは私がある人から私の頭文字まで入れて送られた品です。しかし私はご承知の通り巻きたばこは吸いませんので折口の息子の文一郎に使わしたものです。え 河野刑事の顔色が変わった。彼はブルブル震える手で金時計と磁石を取り出したではこれはいかがでしょう秋山老人は時計をじっと眺めた河野は彼の顔面筋肉のいかなる微動だも見逃すまいと息を凝らしたどうしてこれがあなたの手に入りましたか いかにも、この時計は私のです。老人はきっぱりと言った。河野刑事の喉からは、クッ、クッという外貨が漏れた。と、背後から声がした。それですか。あなたの宣告拾ったのは。刑事はびっくりして振り向くと。 文一郎が小型の写真機を持て遊びながらニコニコして立っていた彼は刑事の困惑した顔を冷ややかに見ながら続けたなるほどその時計は秋山さんのものですが今朝拾ったのじゃ私の父の殺された当時から落ちていたかどうかわかりませんねそんなことはあなたの知ったことじゃない刑事は ふみ一郎の無遠慮をがめるように言った。しかし、私の父を殺した犯人を追求する重大な手がかりですからね。私も言う権利があると思います。その時計は動いていますか止まってるさ。刑事はせせら笑った。発情が緩んだのですかそれとも壊れたのですか壊れたのさ。 発情は十分負けている。では何時で止まっていますか父の時計も現場で発見されましたが、やはり壊れて10時30分か40分を指していたと思います。その時計もそうでしょうね。壊れたとすれば同時刻でなければならんのですが。8時10分を指している。刑事はうなされるように言った。 八時十分それご覧なさい。それでは、その時計が強行当時遺留されたという証明にはなりません。例えばですね、私は今現場付近でこの写真機を拾いました。これも強行当時から落ちていたと言えましょうか文一郎は持っていた写真機を差し出した。おお。 刑事はうめいた。あわからないわからないまたしても長打を逸したか我々の狙っている蛇はただの蛇ではありませんからね容易に尻尾だってつかめやしませんまき散らされた遺留物そして錯綜した遺留物あるものは父のものだったり あるものは私のものだったり、あるものは秋山さんのものだったりする。なんと不思議なことでしょう。私たちは馬鹿にされているんです。私の父を殺した剣技を私に向けようとしている恐ろしい犯人を、早く捕まえてください。うん<ー>。<laughs> 河野刑事は青ざめた顔をして、 苦しそうに髪の毛をかきむしりながら「つかまえてみせるともつかまえてみせるとも」とも河野刑事はよろよろとして里の方へ歩いていった河野刑事の姿が見えなくなると秋山老人はつかつかと文一郎のそばに寄った「文一郎さん」いや文一郎は遮った。 話はまたゆっくり伺いましょう。私は父を殺した犯人を見つければなりません。あなたは結婚の支度で忙しいでしょう。支度は無事に進行していますかしています。秋山老人は簡単に答えたが、彼の目は怪しく光っていた。 三つ江河野刑事はすっかり打ちのめされてしまった今までに引けを取ったことのない彼も今度の駒田村事件には手の出しようがなかった現場に遺留してあった品物から犯人を推定しようという常等手段は全然無法に期したしかしかの秋山義蔵を疑う心は老弧としていた 秋山と被害者堀口との間には濃い秘密の影があった被害者と秋山とはあの夜道を別にして奥山に集まった「ほ,ほうという呼び声は彼らの合図だったに違いない2人は野陰に乗じて秘密に会合して何事かを論じ合った末争いとなり格闘を始めたものに相違ないしかし証拠は 河野刑事は流行ったけれどもやがて彼は流行ることの不利なことを悟った彼は気長く秋山と堀口との過去の秘密を探り秋山家の縁談の収まりをじっと見ながら秋山老人の行動に油断なく目を注ぐことにした千代田探偵は一昼夜の不愉快な幽閉の後にかろうじて一方の壁を破って脱出することができた このことは彼が私立探偵を始めて以来の不覚だった彼は摂氏役案して堀口文一郎を呪った彼の罪悪を暴かずんばやまない決心をしたしかし肝心の文一郎には少しも油断がなかった彼は父田探偵をいっぱい地にまみれさせて以来ほとんど外出をしなかった夜遅くまで書斎に閉じこもって 何事か一生懸命に研究しているようだった文一郎の手並みを知った父田探偵は今度は容易に手が出なかった彼は文一郎の行動を監視しながらひたすらに機会の来るのを待っていた堀口文一郎は父の死について何か気するところがあるごとく片手に父田探偵をあやしながら 多くは一間に閉じこもって何事かを画策していた秋山家と徳倉四尺家との縁談は父として信仰しなかった収穫の時が来た人々は黙々として稲を買ったかつては豊作を喜び合った人々も秋山家の婚儀を楽しみ合った人々も今は 残殺された堀口康文が生前そうであったごとくみんな陰算な顔をして互いに猜疑の目を交わしながら互いに口をきくことをけん制しながら互いに不安を押し隠しながらしぶしぶ鎌を働かすのだった堀口の死地主への嫌疑警官の出張刑事の活躍 見慣れない私立探偵の徘徊。関係の目に見えない不断の監視。そんなものが、全小茂田村をすっかり神経衰弱に陥らしてしまったのだ。しかし、こんな状態は長く続かなかった。村人がイライラしてきた。河野刑事が耐えきれなくなってきた。千々田探偵もじっとしていられなくなった。 河野刑事とと父田探偵は力を合わせることになった刑事たちの報告によって検事は断固として秋山義三と堀口文一郎との両家の家宅捜索をすることにした村民の反対と秋山堀口2人の証拠隠滅を恐れて計画はすこぶる秘密裏に行われた。 解決堀口文一郎は書斎の丸窓を押し開いて霜に覆われた庭を見た早朝の風はひやひやと彼の顔をなぜた庭の突き当たりは土塀になっていた土塀の向こうは一段低くなって往来になっていた文一郎はふと土塀の下部の隙間から外を眺めたが 彼はさっと顔色を変えた彼はそっと丸窓を閉めると急いで着物を着替えて人目をしのんで外へ出た外へ出た彼は一山に足を速めて秋山邸に向かったこの時彼の家の玄関には賢治の一行が案内を請うていた秋山邸はまだ朝の眠りから覚めないらしく静まり返っていた 文一郎は生垣を乗り越えると、案内を知った家のこととで、庭を一回りして裏庭の雨戸を激しく叩いた。ことこさんことこさんガラガラと雨戸が開いて、ことこのびっくりした顔が現れた。もう、文一郎さん。何事です大至急お話ししたいことができました。とにかく中へ入れてください。 はい、い。ちょっと待っとてくださいやがてことこは着物を着替えてとっさの間にねみだれ紙をなぜつけたらしく平祖と少しも違わぬ姿で出てきたではこちらへ文一郎はことこの寝室の次の間に通った近く結婚なさる若い令嬢のところへ早朝を無断で押しかけた失礼はいくえにもわびます 海一郎さん、そんな他人行儀はいらぬことです。早くご用をおっしゃってください。では、申します。隠し立ては無用ですぞ。ことこさん、あの晩お父さんの着ていた泥のついたズボンと袖口のボタンの取れた上着は、どこにありますかえぐずぐずしている時ではありません。早くおっしゃってください。 今に検事がやってきます。検事に見つかっては面倒です。早く処分しなければなりません。フミイチさん。ありがとうございました。ご安心ください。あれは焼き捨てました。本当ですかなんで嘘を申しましょうそうでしたか。では。 他に証拠になるようなものはありませんね。ありません。ですが、どうしてあなたはそんなことをご存知なのですか私は父が殺された時から知っているんです。私は父が殺された翌朝、あなたと丘の上で会いました。あの時に私はあなたが、 前夜あなたのお父さんが遅く帰られたことを知っていることを確かめたのです。であなたは、無論お父さんのために、そんな品物は適当の処置を取られたことと信じておりました。父は、シワだらけになった上着と泥のついたズボンを、今の押し入れの片隅に突っ込んでおきました。私はそっとそれを出して、人知れず焼き捨てました。 海一郎さん、父はまあ、なんという恐ろしいことをしたのでしょう。そして、どうして恐ろしい罪を被死隠しているんでしょう。それは、みんなあなたのためなのです。どうして私のためなんですか秋山さんは、あなたを幸福にするということのほか、何も考えておられないのです。 お父さんはまず第一に、徳良家との縁談をどうかして無事に済ませたいと思っていられる。あなたを恐ろしい罪人の娘にすることは、お父さんのどうして耐えられるところでしょう。お父さんはあなたを、どこまでも特望ある長者の娘にしておきたいのです。私だって、父が人に知られている通りの温厚特実な人であることを望みますわ。 しかし、誤って犯した。無論父は謝って犯したのです。罪は仕方がないではありませんか。私は罪を犯しているより、むしろ罪人の子と呼ばれる方がましです。私もその方が幸福です。そうすれば私は、あなたを取ることができます。 しかしお父さんはあくまで徳良家との縁談の整うことを希望しておられます。ですから私は、お父さんの罪を隠すことに努めねばなりません。私の心配していた品々がすでに破棄されているなら、私はもうここに用はありません。一刻も早く家に帰らねばなりません。では、さようなら。 文一郎はそう言って立ち上がろうとすると思いがけなく背後で声がした「文一郎さんお帰りになるに及ばぬお待ちください」文一郎は驚いて振り返った秋山老人が悲痛な表情をして立っていた「文一郎さん あなたのお情けはありがたく存じます。けれども私は自分が間違っていることを発見しました。六十を過ぎてなお迷いの中にあったかと思うと恥ずかしい。私はもう隠しませぬ。私は 自首し,ますしかし、そうすると徳良家との縁談が。それが私の迷いだったのです。徳良家の縁談がどうなろうとも、娘はきっと自分の進むべき道を見出すでしょう。しかし、あなたの昔の秘密が。 罪人として処分される以上、昔の秘密が何でしょう。私はただ、娘かわいさに失格していたのです。今となっては、昔の秘密の暴露するくらい何でもありません。ただ、 同時にあなたのお父さんの秘密も暴露するがお父さんの方は私に比べると秘密というほどのこともないから許してくださいそれは差し支えありませんがではどうでも自首なさいますかはい おお、どうやら表に騒がしい人声がするお方検事殿であろうちょうどいい機会だ秋山老人はこう言って手を打って召使いを呼び進んで刑事の一行を家に入ってもらうように言いつけた秋山老人は検事一行を見回しながら静かに語り出した 私は恐るべき前科者です。まだ我が国に完全な法律の制定されない時分から、窃盗、強盗、票灯などを数回働きまして、ついに北海道の長時間にやられました。そこでは。 必死につくせないくえきをいたしました。かんちゅうに早朝からどこうをいたしたことがあります。かんかんにいてついた土を氷のようにひえきったてでつるはしをにぎってあなをほるのはしにまさるくるしみでした。わたしはとうとう かばでたしした。そししま私は脱走の途中この菰田村に逃げ込み当時水のないためにひどい荒れ地になっていたこの土地を北海道開拓市の手で追い回された長時間の区域に従事するつもりで 一生懸命に開墾いたしました。人後三十年、私は、私は全く生まれ変わった人間となって、生業にいそしんだのです。十数年以前、一人の中年男が、十余りの男の子の手を引いて、 物もらい同様のすがたでこのむらにひょうろうしてきました。ふとみるとそれは北海道の長時間のかんしゅのひとりだった堀口でした。かれんのほうではまったくわたしにきづかないようでした。 ですから私の方で黙っていれば済むことでしたが、私は罪滅ぼしの一つと思い、彼ら親子を親切に引き止め、家や田を与え、子供は学校にやりました。堀口は後には私の素性に気がついたようでしたが、私は黙々として、 そのことについては一言も言いませんでした。そのうちにいつか私は大地主になり。1人娘は年頃となりました。私は娘の幸福のために彼女の夫を名門から迎えようとしました。そうです。 娘の幸福のため、その他のことは何にも考えていませんでした。そのうちに、私の望みの叶う時が来ました。私はもう、喜びで有頂天でした。その自分から、私は、 堀口の目が恐ろしくなり始めました。彼が黙々としながら薄気味悪く光らしている目が何事かを語っているように思えたのです。私はその時まで私の過去の秘密の漏れることをさほど恐ろしいとは思っていませんでした。 が、娘の縁談がまとまりましたときから、自分の秘密が漏れたら、娘の幸福はすべて失われるのだと思うと、自分の過去の秘密を握っている掘り口が、非常に恐ろしくなってきました。ある日、 堀口が降りってお願いしたいことがあるから秘密に会ってくれと言ったときに、私はとうとう来たなと思ってぞっといたしましたが、断るわけにもいきませんので、二日後の夜十時、鏡が池の奥で会う約束をしました。当夜は、 半減の月で10時にはもう月は山の端に入りかかっていましたので暗い林の中を互いに昔北海道時代に仲間同士呼び合った「ほうほうという叫び声でお互いの位置を示しながらようやくあの草原のところで会いました。 その時、堀口の申し出たことは、すこぶる意外なことでした。彼は、彼の息子と私の娘とを結婚させてくれというのです。彼は非常に真面目な様子で、決して堀口家の財産に目がくらんでいるのでもなく、また、 過去の秘密を種に脅迫がましく言うのでもない。まったくせがれの文一郎はあなたの娘を愛している。私の子を思う情けはあなたと同じこと。あなたが娘を名門の子と縁組させたいと思っているのと。 私がせがれをことこさんとけっこんさせたいとおもうのとはすこしもそういわない。どうかまげてわたしのたのみをきいてくれもしなんならことこさんのいちゅうをきいてもいいことこさんがとくらのほうがいいというならあきらめもするという。 ことを分けたた依頼でしたが、私はがんとして応じませんでした。文一郎という青年も少年時代から私が面倒を見たので理髪ないい青年でしたけれども私は娘の婿は家柄からと決めていたものですから。 堀口の切なる頼みをどうしても聞き届けませんでした。ふ人はいつか声高に言い争いました。そのうちに堀口が最後の手段として私の過去の秘密を世間に発表して徳良家との縁談を破ると言い出した時に。 かねて、私の恐れていたことにぶっつかったものですから、私はカッと激怒して、彼につかみかかりました。彼は無論抵抗いたしました。しばらくは無言で組み合っておりましたが、そのうちにどうしたはずみか、彼は、 たと力なく倒れました私は人というものがああ簡単に死ぬものとは思いませんでしたあとで知りましたことですが私は夢中で彼の喉を力強く締めつけたものと見えます彼がれ 倒れた瞬間に私ははっとしょ気づきました。私はすぐひざまずいて彼を抱き起こしましたが。すでに彼は？事切れておりました。私は？自分の過去の秘密の暴露を恐れてとんでもない。罪を犯したことを。 どんなに痛恨したことでしょう。あまりの情けなさに涙も出ないくらいでした。彼の前途はとにかく、娘の生涯がすっかり破滅したかと思うと、超をちぎられるようでした。私はもう自首するよりほかはないと。 いえにかえってだんだんおちついてまいりますとかんがえがすこしかわってきましたむすめのためにただむすめのためにできるならじぶんのつみをかくそう。 せめて縁組が滞りなく済むまで知らぬ顔をしよう。縁組が済んだあとで自殺しようとこう決心いたしました。ところが身の回りを調べてみますと多くの品物を落としておりますので。 やはり逃れられぬかと覚悟いたしておりますと天の助けか何人かが死体を運んで木の枝にかけ遺留品はメガネのサックのほかは全部拾い取ってくれたのでした私には誰がそんなことをしてくれたかわかりませんでしたがこれ幸いと 外出したことは絶対にないと思うし、サック一つくらいはむしろ否認しない方がいいと思って、正直に私のものだと申しましたが、その後、刑事の方から時計を見せられたときには、ぎょっとしました。幸いに、そのときも危ういところを逃れましたが、その時初めて、私は、 誰に救われているのかはっきり分かりました。以上述べましたことは？嘘も偽りもありません。天地神明に誓って。真実そのものであります。この時に堀口文一郎が一歩前に出た。 ただいま、秋山さんの述べられたことの真実であることは、私が保証いたします。実は私は、犯行の現場に居合わせたのです。寮を3日前から、父の様子が変なので注意いたしておりますと、あの晩遅く外出するのに気がつきましたので、私は密かに後をつけました。ところが、 何分山地が暗いので追跡がうまくいかず、途中で一度見失いましたが、山の上の方で、ほほーと呼び合う声が聞こえましたので、それを頼りに登っていきますと、例の草原で、父と秋山さんとが何か言い争っているのが目につきました。そのうちに、二人は格闘を始めました。 私はびっくりして飛び出そうと思っているうちに一人がパタリと倒れましたそれはほとんど一瞬の出来事で私はどうすることもできませんでしたこのことは検事殿はじめ諸公の十分なるご記憶を願っておきます倒れたのは父でした秋山さんはほどなくあたふたと逃げていかれましたので 私はすぐ父のもとに走って抱き上げましたが、もはやどうすることもできませんでした。私は、死んだ父にはすまぬと思いましたが、秋山さんは少しも殺す意思などは持っておられなかったのだから、父も必ず許すに違いないと思いまして、深い恩を持っている秋山さんを助けるために、父を一丁ばかり担いで、 木の枝にかけ、石を装わしました。そうして草原をくまなく探して、秋山さんの遺留して置かれた品を拾いました。メガネのサックだけは見落としたのでした。私の申し上げたことにも少しも偽りはありません。どうか。ご処置くださいまし。ふみ一郎の言葉が終わると、 刑事が二人彼のところに飛んできた。秋山義蔵はすでに他の二人の刑事に押さえられていた。ケ事は眉毛に深いしわを寄せて非常に難解な事実に突き当たったようにじっと突っ立っていた。それから、文一郎は再び口を開いた。一つお願いがございます。ただいま、 多分、私の宅で押収されましたもののうち、父の日記帳があるはずでございます。その最後に、父がどうして死んだかということが、父自身の筆で書いてあります。どうか、ご覧ください。文一郎の意外の一言に、一同は色めき渡たった。賢治の号令で、早速日記帳が開かれた。 その最後のページには、こう書いてあった。俺の心臓はいよいよダメになった。明日にでも停止してしまうかもしれぬ。俺はせがれのために、一度秋山に嘆願してみよう。無論彼は聞き入れる気遣いはない。しかし、 いつどうなるか分からぬ心臓のことを考えるとじっとしておられぬ俺は真心のあらん限りを尽くして相席しよう場合によったらかつて触れなかった彼の秘密に触れなければならぬかもしれぬああ考えただけでも俺の心臓は参りそうだ俺はきっと 彼に嘆願する時に興奮のために死ぬだろういやその日まで俺の心臓が持つかどうかそれさえわからない父は文一郎は言った長く心臓を病んでおりました そのことはかかりつけの医師が証明してくれると存じます。なお、父は、解剖の結果、心臓麻痺の兆候があったと漏れ聞きました。それから、格闘当時、父が瞬間的に倒れた事実をよくお考えくださいまし、その日記に書かれましたことを、ご熟読くださらんことを、お願いいたしたいと存じます。 解決の裏空はどんよりと雪模様に曇って薄寒い風が吹いていた菰田村の丘の上に男女が2人立っていた黄金色の稲はすっかり飾られてヒカラビたタは青黒い肌を露出しながら目の下に広々ろろと広がっていた父が不起訴になって こんなに嬉しいことはありません。みんな、ふみいちろうさん。あなたのおかげです。い,いえ、私は何の足しにもなりませんでした。みんな自然の結果です。しかし、ことこさんにそう喜んでもらえば私も幸福です。私は、お礼のしようがないのです。よく父を許してくださいました。 許許すももさないもありません。私はこう思う親心というものにすっかり打たれたのですそれはどういうことですか私は実は検事の前では言いませんでしたが父とあなたのお父さんの問答をすっかり聞いたのです私の父は日頃の無口に似ず相席嘆願 上理を尽くして面々として書きくどきました。私は、こう思う親心というものが、いかに深刻で、いかに盲目的なるかを見ました。父は、財産が目当てなのではない。昔の秘密を握っている弱みにつけ込むのではないと繰り返し申しておりました。私はそれを信じます。父は、 私の希望を到達させる他に考えはなかったのです。私は決して父に雪上を打ち明けたり、父にすがったりしませんでした。父は親として、子に対する敏感から、私のために、私自身さえあえてしなかった卑屈と情熱を持って、あなたのお父さんに迫ったのです。私は立ち行きながら、 父の愛をひしひしと胸に感じました。しかし私は逆にあなたのお父さんの身となって考えたのです。あなたのお父さんはどんなにかあなたを溺愛しておられるか。私はそのためにあなたのお父さんの罪を隠そうとしたのです。二人の格闘を止めることはできなかったのですか 格闘は突然起こって瞬間的に片づきましたので手出しができませんでしたそれに私は相当離れたところにいましたし暗くもあったし深くながら致し方がありませんでしたあの日記帳があれば私の父はいつでも救われるはずですのにどうして黙っていらっしゃったのですか私は できるだけ過去の秘密に触れないでお父さんを救いたかったのです秘密が暴露するとお父さんの熱望しておられる縁談に差し支えをきたしますからねところがお父さんが進んで自白されましたので私は安心して日記帳の事実を申し立てたのですあの日記帳は本当のことが書いてあるのでしょうかえ どうしてどうしてということはありませんがただそんな気がするんです直角ですね文一郎はため息をついたそうしてしばらく躊躇した末言葉を継いだ聡明な女性の直角というものは優れた男性の理智にさえ打ち勝つことがありますね 私は隠さずに何事もお話ししましょう私はさっき言った通り少しも過去の秘密に触れないであなたのお父さんを救おうと思ったのですしかし初めはどうしていいやら分かりません私はとにかく事件を紛糾せしめて少しでもお父さんが降因されるのを伸ばそうと思いましたそれで時議に類したことですが意思を装わしたり 現場へわざと私の鉛筆を落としておいたりしたのですしかし夜のことでお父さんのものはすっかり拾ったつもりでしたが上着の袖のボタンとメガネのサックを見落としましたサックの方はお父さんが自分のものだと言われたので仕方がなかったのですがボタンの方は翌日わざと下手下ろしの服を着て刑事に会い私のボタンだと言って袖を示して 彼をすっかり面食らわせましたなお早朝に私とお父さんの頭地の入っている以前に私のもらったまきタば入れと前日拾ったお父さんの時計の針をぐるっと回しておいて現場に捨てて刑事に拾わせ彼の頭をすっかり混乱させましたこれらの品を現場に捨てて帰りますと家の前をうろうろしている見慣れない男がいます。 私はわざと証拠になるような品を並べておいて彼を部屋に招き入れました嫌疑が私に向けばそれだけお父さんの嫌疑を緩めることになるのですところが彼も去るもので証拠の品を写真に撮りましてから計りごとを持って山の上の神社の蔵に閉じ込めて写真機を奪いましたこうして私は刑事たちをすっかり混乱させて なんとか日を伸ばしました。その間、私は異室にこもって、一生懸命に父の主席と文章を研究しました。最初私は、日記帳にあの日毒を飲んでいたと書こうとしましたが、少し信用されにくいので、現場で簡単に倒れた事実と、解剖の結果、心臓麻痺の兆候があったというのを聞いて、ああいう偽作をしたのです。しかし、 事実心臓麻痺で倒れたのかもしれませんし、またあんな日記がなくてもお父さんは不起訴になられたかもしれません。私は多分、いらぬことをしたのでしょう。まあ、そうでしたか。ことこはじっとふみいちろうの顔を眺めていたが。ふみいちろうさんあなたは、 今でも私を愛してくださいますか無論です。ではどうか、私の愛を受け入れてくださいまし。それは、本当ですかええ。父もそのつもりだと存じます。ありがとう。これで父の死も無意味ではなくなりました。 私はねあなたがあまり優越した方だから恐ろしかったのでしたが私はあなたにたった一つの欠点のあることを見抜きましたのえそれは何ですかあなたは多分に犯罪性を持っていらっしゃいます私は妻としてそれを全同することに努力したいと存じますそうすれば私 妻として意義ある道が歩めるわけですありがとう文一郎は真面目な顔をして再び簡単に答えた二人はしっかりと手を握り合ったかくして駒田村事件は二人の勇敢なる共同生活の闘志を社会に送って結末を告げたのである